4連敗した中日さんの順位と貯金がやばい。なんだよ、それ。現在のドラゴンズ、ヤクルトと阪神戦で4連敗を記録した中日ドラゴンズ、首位陥落となって順位も2位となった。しかし、逆の見方をすれば2位の中日さんは、首位と 0.5 ゲーム差だ。今まで強すぎて感覚が麻痺しているが、冷静になって考えれば悪くない順位だ。貯金に関しては2残っており、まだまだ諦める時期ではない。これからの反撃を信じて A クラス入りを目指したい。今日は雨天中止だったから、泣きそう。勝ちパターンを休ませれたと考えれば楽になる。現地の中日ファンが一番頑張ってるよ。ここから、5月6月で再開が決定しそうで怖い。夢から覚めてしまったけど、開幕前の時点では3位に入ればいいと思ってた。この精神でいこ。立浪も今年は違うって言ってたから信じてる。投手が崩壊しなければ昨日は勝ててたよな。岡林の状態が上がらないなら、三好でもいいよ。絶対に3位に食い込んで、CS に応援しに行きたい。甲子園での相性が悪かったと思う。これから他球場やホームに帰れば、まだマシになるよ。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。